それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。シルクフェニックス好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してシルクフェニックス花に立ちます。その後ろからはリトルオードリー、この馬も上がっていく構えです。さらにはエアグルーヴ、11番ファビラスラフイン、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナー、ミーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として4番エアグルーヴ、2番手はシルクフェニックス、間を挟んでファビラスラフイン、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はエアグルーヴ、離れてシルクフェニックス、その隣からはソダシ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。エアグルーヴ先頭、残り 200m、 エアグルーヴアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はソダシ、エアグルーヴ先頭だ。エアグルーヴ1着、2着にはどうやらソダシ、エアグルーヴ見事このレースを制しました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。エアグルーヴ前に行きそうです。ソダシそれに続いています。さらにはファビラスラフイン、9番イブキパーシブ、その後ろエアグルーヴ先手を取りました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として8番エアグルーヴ、2番手はソダシ、ファビラスラフイン3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はエアグルーヴ、ソダシ続いています。ファビラスラフイン続いています。その外からはイブキパーシブ、さあ直線に入りました。これからの勝負、エアグルーヴ先頭、残り 200m、 ソダシ先頭だ。残りわずか、ゴール前最後の攻防、ソダシ先頭、ソダシ、ソダシ1着、2着にはどうやらファビラスラフイン、ソダシ見事このレースを制しました。